チャンネルわおうー朝がまた来るイエーイチャンネル234曲目、今日はドリカムさんの朝がまた来るでした。リクエストいただいていた曲です。懸命病棟シリーズの、あのドラマの印象強い方も、そしてこの曲に背中を押された方もいっぱいいらっしゃるんだと思います。私も学生時代、10代の時に一人でカラオケに行くとこの曲を歌って自分を励ましていた、とても思い入れの強い一曲です。3月ということで、卒業とか春から新しい環境に入っていく人、夢とかやりたいことに向けてまた一歩踏み出す人とかきっといるんだと思うんですけど、
なんかこの曲の歌詞のように1万1回目は何か変わるかもしれないぐらいの気持ちで望むときっと前に前に進んでいけるんだと思います。私もすごくこの言葉は活動している間ずっとしてる間っていうかずっとしてるんですけど、自分に聞かせてきて、なんかこう一回一回結果がダメだったりすると一喜一憂しちゃうし、一生懸命やったらやった分だけダメだとガーンってなっちゃったり、もうしばらく立ち上がれなくなっちゃったりすることもやっぱりあるけど、でももう1万回ぐらいやらないといかんぞっていうぐらいの気持ちでやると、きっと一回一回が大切にやりつつも、こう結果に一喜一憂しなくなるのかなと思って、すごく、言い聞かせてきた、今でも言い聞かせている言葉です。ということで今日は、ドリカムさんの朝がまた来るでした。ということで、4月に、近づいてきましたが、10日のワンマンライブ、そして13、17、24、北海道、東京、大阪のフェスの、イベント出演なども、近づいてきました。皆様にお会いできること本当に楽しみにしています。ご予約くださった皆様も、ありがとうございます。ということで、春これから新しい環境に移っていく人たちも一緒に、また頑張っていきましょう。ということで、また明日。宮崎奈穂子、Twitter とブログをやっています。よかったら遊びに来てください。そして、YouTube、チャンネル登録ぜひよろしくお願いします。宮崎奈穂子でした。